ルスラーン戦機無双。この隙に速やかに城内に入り正門を制圧する。パルスルーがいるぞ。まずい、早く将軍に伝えろ。我々の存在に気づかれ、策は失敗だ。敵本体に知らされる前に撃破しなくては。このまま縄文を攻める。やさすい。パルス軍が今さら気づいても遅いわ。お前はここで終わりだ。引くしかないか。お前の働き先生どうぞ。ないです。鍛錬が身を盗んだのであろうな。正門がパルス軍に占拠されただぞ。台湾を放たったか。急いで戻るぞ。今引き返せば挟み撃ちにされることも気づかない。敵を殲滅せよ。城内に入れるな。これを受け取ってくれ。お前ほどの腕があるきっと使いこなせよ。お前はここで終わりだ。見事なお手並みですな。何の、全てナルサス教の策のおかげではないか。無事城内に突入できたな。このまま順調にいけば被害も少なくて済んだろう。果たしてそううまくいくでしょうか。正門はパルス軍に突破されたのですか。うん、なるべく皆が傷つかずに済めばよいと思ったが、もはやそうもいかぬようだな。伯爵様、まだ諦めるのは早うございます。固い守りを破るのは投石が効果的だ。投石機を運び入れるか、周囲の敵を撃破してくれ。分かった。ザラーバンク
リスファン卿、行きたい。は、先陣ならお任せくだされ。俺は事前の策として、殿下と敵の側面に回る。照明は頼んだぞ、ダリューン。敵が入ってきたぞ、兵器を動かせ。なんだこの仕掛けは、礼わずらわしい。そう簡単にはいかぬというわけか。うん、この攻撃は高台にいる男の指示。奴を倒せばやむかもしれない。異教徒が攻めてきたぞ。パルス人に捕まったら奴だけにされてしまう。逃げろ。ルスタニア人にとってパルス人は所詮異教徒。向けられる感情はサネスミや恐ればかりだ。あのルシタニアの少年、彼とも分かり合うことは難しいのだろうか。これで敵の兵器は無力化した。一気に駆け抜けるぞ。突出すれば敵のいい的になろう。気をつけろ、ザラーバンティス。ご忠告、カジキダリューンと力を尽くして守れ。これ以上パルス軍を進ませるな。あれはマルズバン・サームド。一体なぜルシタニア軍に。今はサームドのことを捨ておこう。それから急ぎここを制圧せねば。殿下、なるべく攻勢を避けつつ移動しましょう。ああ、分かった。皆が命を落として戦っておるのだ。わしたち戦わなくて。伯爵様、お待ちください。私も共に参ります。ならぬ。むしろ祖父軍から預かっておる。万一何かあっては申し訳が立たぬ。しかしエトワールよ、これは命令じゃ。今は自重し、後を切るのだ。承知しました。伯爵様、どうかお気をつけて。どうにそれしました。その不遇にかなうものなどおりますまい。殿下、ここは戦うしかありません。私のそばを離れませんね。俺とやろうってのか。ここまでか。今こそ示せ。かかるわけには。伯爵様が重傷だと。守るべきを守る力を。いつものか、異教徒の総大将アルスランは私が撃つ。ならば奴を狙う場所を教えてやろう。やれるものならやってみるがいい。皆の目がコセガレに向いているうちに増援を呼び、正門のパルス軍を殲滅してやろう。己、パルス軍で一矢報いてやるわ。投石機を運んでまいります。門を破壊しましょう。もうダメだ。誰か。まだ死にたくない。逃げ遅れたルシタニア人か。ナンサス、逃がしてもやりになるのですね。です、説得なさるのであれば。今こそ示せ、異教徒だ。待ってくれ。私はお主たちを傷つけるつもりはない。騙されるな。異教徒の言うことだぞ。皆、武器を取れ。戦うのだ。守るべきを守る力を。やはり投石機か。残念だが、そのようなものは通じん。そんな。で、出れ。アルスラン殿下が敵に包囲されています。殿下、ザラーバンド卿、ここは任せたぞ。気をご覧いただいて。そう思うと一層力が入りますな。弓は得意なんだ。期待してくれていいよ。敵の増援部隊が正門前に出現。門近くの味方が攻撃されています。なんだと。
リア、ここは皆を信じよう。今は殿下の救援が最優先だ。頼む、話を聞いてくれ。ダリエル、貴様の首はこのザンデが取る。アーラーンの負傷のため、今は貴様の相手をしている暇などない。今日のところは引いてやる。癒しはせぬ。これでしまいだ。民を先導したのは牛谷やったよ。悪くない。貴様は俺に撃たれ、パルスラーメは正当なる王に撃たれ、そうしてパルス正しき者の手に帰るのだ。正当なる王、やはり貴様はヒルメス王子に仕えていたか。それもしやサンドだ。投資を受けてみよう。父の敵よ。殿下、ダリュン、あれがアルスランか。あの時のアルスラン確保。殿下は女性にお優しくていらっしゃる。俺と気が合いそうですな。クバード、なぜあなたがここに。のんびり話している場合ではなさそうだぞ。邪魔をしてくれたな。王子ともどもまとめて葬ってやる。バルカシオン伯爵に仕える伏見ならエトワールが相手だ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。殿下、浮かぬ顔ですか。この者お知り合いですか。覚えておらぬか。3年前、王都で私を人質に取った奴隷の少年だ。少年？俺には少女にしか見えません。え？お主、女性だったのか。男だろうと女だろうと関係あるまい。私はお前を撃つ。それだけだ。奴隷にはしない。ひどいこともしないと約束する。だからどうか投降してくれ。異教徒の総大将の言葉など誰が信じる。3年前、私は約束通りお主を逃がした。今回も約束は守る。それでも信じられぬならいっそ逃げてくれ。私はお主を傷つけたくない。もう戦えぬのだろう。さあ逃げるといい。敵を逃がすのか。お前は本当におかしな奴だ。増援部隊が来たぞ。パルス軍を城から追い出せ。クバード教官、あなたには城外を迂回しルシタニアの増援を止めていた。正門にいるパルス軍の大将を叩きます。それと同時に策を持って城内の門を開けます。アルスラーン戦機無双。